Yeah. My woman never sleep on me. Eyes on my chain, 속여 너의 고개를 What you looking at, fool? 너의 눈 흐리 멍청했고 Find your comfort from another, yeah I go low like undercover, yeah Wanna know my name, 죽지 않은 이름 위에 부어버려 이름 Yes, you 今回使ってるのがステンレスの割り込みの仕様です。ステンレスの場合はちょっと材質的にくっつきにくいんで、はいはい、これに関してはもう力材って言ってもともとくっついた材料を使ってます。これも板状で、まあ、割ともう製品の形に近いんですけど、真ん中にあの白荷の鋼がこれ入ってあるよね。入ってます。で両脇はステンレスで包まれて、はあ。で、まあ、側面は錆びにくいですけど、まあ、刃先と峰とかちょっと鋼出てる部分だけちょっと錆びが伸ばすっていうのがすごいよね。だからそのあらかじめ大きいやつを肩でパンって抜いたらっていう思う人もいるんですけど、それすると今度はやっぱ鍛えてないからダメ。伸ばして鍛えるから切れやすい。叩いて鍛えるっていうのがすごいよね。一気に細くなった。厚み決めるのもこの部分段階で大体決まる。幅をどんどん絞っていって、うん、最終的にちょっと先に向かってあの先細りさせるんで、はいはい、適当に叩くんじゃなくてどこを叩けばどうなるかっていうのを考えながら叩いてる。ほうほうほう。出来上がりの形をイメージしながら。ああすごいね。カン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 ずっと見てる。一応元の厚を残しながら、まあ、今先に向かってちょっと。ペーパーが高くなる。はいはいはい。で今度は刃の方も薄くなるように、うん、はぁ立体的なことをちょっと考えながら。へぇ、今回のそもそもこっちはちょっと厚みを持ってるので、やや厚口、厚めの方で、叩いてあの鋼をまあ締めるっていう、このねじれがある、ねじれを矯正する感じですね。潰して組織が一回壊れるっていうんですかね、うん、でまたあの再結晶っていって戻ろうとするんです。ほう、見えないところですごいことになってるんやね。一応これで包丁の GAT が、おお、いや綺麗。これそうです、これ今回ちょっと模様をデザインとしてつけてみたら結構かっこよかったもんね。あるないで全然違うよね。そうです。だいたいこういった感じで、はあ、こういう感じなんやね。手のまっすぐさとか微妙なカーブの曲がり具合も微調整して、それが最終的な精神の形に近い状態になって、まあ、大体800度前後っていう温度なんですけど、あのその温度から外れると焼きが入らなかったりとか、焼き入れの時はあの僕たちはもう全部光を落とすんですよ。ほうほうほう。で一回真っ暗に状態にして、で色で判断して、あのこれは全部感覚でやってるんですけど、じゃあこのぐらいの色で、でここから今度はこのままだと今度硬すぎてもろさがあるんで、ちょっと焼きもろしっていって200度ぐらいまで一回今度上げます。骨を叩いた時にパンとかけたりするのは逆に戻しが効いてない、うん、あ、そういうことだよね。かけるんですよ。もうこの辺の包丁はかけるもんと思ってるから、あ、まあ、いい包丁ってその硬くてかけないっていうのはそうなんですよ。粘りが長い安いデバイラはすぐかけるんやね。僕らすぐ叩くから。この後焼き入れすると若干上がることがある。うんうんうん、でまた歪みを取って、であのタツケ屋さんです。そういうのをこうですね。っていう感じになります。でまあ
本さん的にはやっぱある程度重量ある方がいいっていう話もしてて、うん、だからもしかしたらもうちょっと厚めがいいかも、うん、それがこうなんていうかその鍛造品のええとこですよね、うん、機械製品やったら、はいはいはい、材料が3ミリやったら3って決まってるんで、うん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 、これ自由にこう厚め決めれるわけやね。入れるんで、ただでこのぐらいの幅、この重さいいかもわからんね。あ、いいですね。うん、この重さ、うん。この辺までの温度はちょっと高めにしてあるんですよ。で、この刃元だけちょっと若干低く落として。で、でもそれもあの、ここはかけにくいっていう。叩くからって。そうですね。あの、骨とか叩いたりとか。ちゃんと分かってくれてる。めっちゃ叩くもんね、僕。あ、やっぱり、結構叩かれますね。柴田君まだ若いんですけどすごい研究熱心で、うん、休みの日も出てきて、あ、そうなんや、もうこういうのをこう苦労と意図はへんというか、うん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 、しんどいこととか、うんうん、ね、ちょっと朝早く来てやるとか、うんうん、まあ、いろいろ自分でその工夫できるところが多いんで、あ、それやっぱり面白いです。研究できるのって面白いよね。そう、研究ですね、ね。研究失敗進化やからね。転職やね。そうです、お互い頑張りましょう。研ぎの方を出ましょうか。はい、ありがとうございます。自分の包丁が出来上がってすごいね。いやー、なかなかこれはすごいです。自分の包丁やで。おはようございます。あ、こんにちは。お久しぶりです。おかしなかった。もう一方が書いてあるから。はいはいはい。あー、あとは手でまた広げて、はあ、前代のヒノキでよかったら、うん、何もでも銃は効くないけど、はあ、そういうことなんや。その調整ができるんやね。そうです。かっこいい。うん、ここでハーデを片っぽに出すぎたら反対が出えへんで、ほう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 、両張って両方から出さなきゃ、はい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 、ちょっと難しいんです。こう丸みを思わせやったら思わせるけど、まっすぐがええんだと思われます。もうまっすぐで、はい。あ、そういうこともできるんですね。うん、まだこの段階やったら。あ、これでもう皮もしてる。すごいな。さすがプロフェッショナル。ね。もう研ぐとこめっちゃ研ぐ。一本だけ唯一ある出刃包丁が家に。あ、出刃。うん。親父が昔だから魚入った時に買ってくれたやつ。形変わってしまってるけど。やっぱ鋼のチェック出てるかね。こうやって色変わるんで、出てないとこはもう白いままなんで。だからここまで3000番のちょっと縦気味でやってるから、はい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 、あとはもう使う人が、うん、もっと、ね、寝かして、ね、か、うん、なかなかこうやってね、全工程見る、ね、なかなかないんで、うん、いや、これは値打ちあるね、うん、まあ、これ見て買う人も納得して、ね、うん、買っていただけたら。これ切っていいですか。素晴らしい、すごいね、やっぱ職人さんは。もうだいぶ長いんですか。18年。もうまだまだ経験。47年。若手です。若手。上の人がまだまだ元気だから。81の人がバリバリしてる。まだしてるの。70代の人がもうバリバリしてるから。へえ。僕はもうほんま若手。すごいね。
すごい世界やね。そう、もう仙人みたいです。仙人え、そういう人がおるねや。ありがとうございました。勉強になりました。My common never sleep on me. Eyes on my chain, 숙여 너의 goal. Get what you're looking at. Fool 너의 눈, 허리 멍청했고. Find your comfort from another, yeah. I go low like undercover, yeah. Wanna know my name, 죽지 않은 이름.